はい、今日4校目がですね、あ、5校目ですかね、東京都立青井高等学校ですね、足立区の青井にあります。ちょっと正面からじゃないんですけども、ちょっとぐるっと回っていきたいと思います。ちょっと今工事してるんでね、画面のところの左側はですね、なんか老人ホームができるというふうに書いてありましたけども、ちょっと行きましょう。行きますね。はい、ちょっと行きまして、こっちの方行きます。テニスやってるんですかね。こんな感じですね、校舎に関してはですね、こんな感じです。私以前ですね、当時ここをですね目指してたことはあります。内申書が足りなくてですね、ここ断念した思い出があるんですよね。失礼します。ここもですね、内申書は35ぐらいないとなかなか厳しいですね、この学校は。35って何かというと、家庭とかですね、体育とか、そういうですね、全部の合計が、合計の点数ですよ。3とか4とか皆さんですね、点数、通信簿もらってると思いますけども、35ないとこの学校はですね受ける権利がもらえないぐらいな学校だったと思います、当時ですね。もうちょっと学力が上がってんのか下がってんのかちょっとわからんですけど、どんな感じになってるかですよね。この校舎思い出ありますかね、皆さん。ちょっとグラグラしてですね、申し訳ないですけども、半分以上学校じゃないな、これ。
な感じですね。東京都立、青い高等学校ですね。ここ入れなかったタイヤバームクーヘンですけども、皆さん馴染みがあるんじゃないですかね。都立青い高等学校、ここは馴染みがありそうですね、皆さんですね。はい、こんな感じです。そこはプールみたいですね。はい、ではここで終了ですかね。はい、どうもありがとうございました。